公衆力研究所を破壊してくれたな。だが偉大な勇者グレートマジンガーがこれ以上手出しはさせん。みんな早く乗って。ジュー、やった。ジュー君、ユミ教授も早く。マジンカイザーの秘密。徹夜の怪我が感知した後、私たちは調査を開始しました。これからそのすべてをお見せします。うわおのれ剣徹夜、そしてグレートマジンガー、証拠りもなく再びこのわしに戦いを挑んできおったが、だが貴様など返り討ちにしてくれるわ。我が最強の機械獣たちよ、あのくたばり損ないを血祭りにあげてしまえ。合体してるだけあって一筋縄ではいかないようだな。おっか、何？揃ったな機械獣ども、グレートマジンガーが相手になる。かつて機械獣に破壊されたグレートマジンガーは、兜十三博士の残した設計図をもとに建造されたプロトタイプでした。しかしここには真のグレートマジンガーが残されていたのです。おお、では哲也君が操縦しているあのグレートが。そうです、カブト博士自らが作り上げた本物のグレートマジンガーです。光子力研究所を私たちに託したカブト博士は、密かにこの研究所でグレートマジンガーを建造し、そして究極のマジンガーを完成させたのです。そう、マジンカイザーを。お、博士はさらにマジンカイザーの大いなる力も残していました。え、大いなる力？マジンカイザーの翼、カイザースクランダーです。いよいよ発動の時が来たようね。みんな早くこっちへ、そこにいると危険よ。助かったみたいだな。そんなことよりカイザーが空を。そうだ、カイザースクランダーによって助かったのだ。
カイザースクランダー？カブト十三博士が残した魔人カイザーの新装備だ。おじいちゃんが？この目だ！ブレストボーン！遅いぞ、カブト。いやマグマの風呂があんまり気持ちよかったもんでね。やいてめえら、さっきのお返しはたっぷりさせてもらうぜ。バカな、カブト工事が魔人カイザーが生きていただと。魔人カイザーめ、いつの間にあのような翼を用意しておったのか。ご心配は無用です、ドクターヘル。何アシュラ男爵、貴様には謹慎を申し渡したはずだぞ。うん、今のあなたには私の力が必要。そして私にはドクターヘル、あなたが必要なのです。魔人カイザーを倒すただ一つの方法、それはこの私を第二の合体機械獣に組み込むことです。なんと、しかしそれでは貴様の体は。このアシュラ、ドクターヘルに我が身を捧げる覚悟、とうの昔にできております。そして必ずや魔人カイザーをこの手で打ち果たしてみせましょう。その息はよし、貴様の言葉、貴様の心、しかとこの胸に届いたぞ。アシュラよ、その命わしが預かった。望み通り合体機械獣に組み込んでくれるわ。ブレストボーン、ファイヤーブラスター。やったぜ。南東より飛行物体。なぬ、富士山麓に接近中です。新型機械獣の第二陣と思われます。その新型機械獣が発進したと思われる地点が太平洋上をまっすぐ日本に向け移動を続けています。移動？どうやら人工島のようです。そこだ、そこがドクターヘルの本拠地なのだ。なんですって？機械獣は俺に任せろ。えカブト、お前はドクターヘルのネジロを叩くんだ。一人で大丈夫かよ。うねぼれるな。カイザーだけが魔人化じゃない。わかった、じゃあとは頼んだぜ、哲也さん。カイザースクランダーゴー。待ってなよ、ドクターヘル。頼むぞ、カブト。行くぜ、機械獣！グレートマジンガーが相手になってやるぜ！